それではさっき歌っていたガラスのシンデレラのCDの裏面の曲を裏面もう一個の方の曲をBメンって言うんだよ多分歌わせていただきます。でも本当に CD 裏返して聞いちゃダメですよ。 壊れちゃうからアリスマジック。